はい、長谷川コーチ、こんばんは。こんばんは。はい、今日はちょっと違った形からスタートでしたけど、はい、はい、今日はどんな、はい、解説なんでしょうか。バックハンドのアングルボレーです。それをお伝えしたいと思います。はい、バックハンドの、はい、アングルボレー、気をつけるポイント、はい、いくつあるんでしょうか。気をつけるポイントの前にまず CM 入ります。リトプリ TV チャンネル登録よろしくね。はい、では実際にポイントの方ですね。はい、アングルボレーのポイント、はい、ちょっといくつあるか教えていただけますか。ポイントは3つあります。はい、まず1つ目がですね、ボールアングルに打っていくんですけど、ちょっと外側に来ます。そのボールに対してボールの後ろに入っていく、打点の後ろにこう体を入れていくっていうのが大事なポイントになります。まあ、そちらに打つとしたら、こうやってもうそちらが見るとしたら、こうやってボールの打点のこう後ろに入っていくのはないです。向こうに伝えがあって体がこう動いちゃうとよくないです。しっかりボールの後ろに入っていく、そういうイメージがポイントの一つ目です。そして二つ目です。二つ目はボールの外側を捉える。やっぱ角度をつけないといけないんで、ボールの外側をタッチしないと面が向いてる方にボールって飛んできますから、しっかりと外側を触ることによってボールはアングルに飛ぶようになります。だからボールを触る場所ですね、そこをしっかり意識してやっていただけるとアングルに打てます。そして3つ目はやっぱりボールのイメージですね。見て狙っちゃうとやっぱり打ち損じが増えるんで、必ず目はボール、それ頭の中で狙う、これを見ながら打っちゃうと、もうこの時点で体が開いちゃったり、しっかりボールが捕まらない原因になるんで、しっかりと目はボール、頭の中でコースを描いておくと、そういうのが大事なポイントになります。はい、ありがとうございます。ではこの3つのポイントですね、はい、ちょっと意識してもらって、解説の方ね、はい、実際やってもらって、はい、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実際にやってもらってます。横からですね、はい、棒の横から、ね、後ろに入ってポンという形でいきます。はい、OK です。はい、今度は後ろになりますね。はい、しっかり後ろに入ってもらって、先ほどは外側からラケットを出すという形で、そうするとしっかり角度がついてきますので、この形を意識しながら横向きを作る、ボールだけ見ていきましょう。 OK です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実際にね、やってもらいまして、やはり先ほど言った3つのポイント、はい、はい、まずボールの後ろに入る、はい、で、ボールの外側をタッチする、そうです。で最後は、頭でイメージした方向にボールを打つので、体は打つ方向を見ないというところで、今横後ろ、そこでちょっとアングル変えてみましたけど、はい、それが今言ったポイントがすごく伝わったのかなと思いますので、はい、はい、その上で何かまた気をつけることとかってありますか。こうアングルボレーを打つ上での気をつける。そうですね、でも私が一番意識してるのはやっぱりこうしっかりボールの後ろに入るっていうのが大事なんで、やっぱりこれがこう早く気にしちゃって開いちゃったりすると、その分ちょっとボールが長くなったりしたりしちゃうんで、しっかりとボールの後ろに入っていくっていうのが一番私は大事だと考えます。はい、ありがとうございます。で、やっぱボールの後ろに入るためには足をね、いっぱい動かさないといけないと思いますので、こうすごくこう今、映像の中でこう足いっぱい動いてたと思うので、はい、はい、すごく足を使う必要性があるので、こう皆さんもね、そういうところを意識しながら、はい、実際レッスンの方でも、まあいろんなね、試合とかそういうところでもアングルボールでね、使えるように練習していただければと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。